地の時間が明け来るはず静脈を刺しちゃって夜桜愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。ですが、ここはどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいりゃどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無知せいな僕のことを大切で不自由な最近に生きていてどうして僕たちは時々に病にし悲しんで言うんだ寂しんで言うんだ。ここまでその漢字が読めますか。あの子の師匠は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。そばでこの時期が解けますか。あの子の首の輪も解けますか。僕たちこのままでいいんですか。おいどうすんだよ、もうどうだっていいよ。在な催眠に酔っていてどうしようもない愛の今日をずっとかくまっていたんだ。昨日の宿題は相変わらず解けないや勝ち遠くない不自由な最近に起きていた。でもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ、死にたいって言うんだ。ここまでこの漢字が読めますか。あの子の師匠は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。